どうも、凛太郎です。よろしくお願いいたします。今日はシメオネアトレティコ大解剖ということで、はい、先日ねポッドキャストの方でも話をしたんですけど、シメオネのアトレティコとレアルソシエダの試合を見に行ってきました。ちょっとねあまりにもすごすぎたので、しっかりね動画に残しておきたいと思い、ちょっとねシメオネ大解剖ということでやっていこうかなと思います。はい、まずはメンバーからいきましょうか。いやね、あまりにもすごすぎて、ポッドキャストでも2回ぐらい話をさせてもらってるんですけど、それぐらい試合見て帰ってきてからもう一回その試合をね見返して、もう 2,3 回ぐらい見てるんですけど、何回見てもやっぱりすごすぎるので、ここでねしっかり残しておきたいなと思います。メンバーはこういう形でしたね。ちょっと形が違うか、多分表記的には 5-3-2 っていう形だと思うんですけど、この試合の基本的な形はまあこんな感じかな。前半相手前から行くときは若干グリーズマンがここに入って、リノがちょっと前に出るみたいな、で 4-4-2 みたいな形でスペースはめてたんですけど、でも基本形は多分こういう感じかなと思います。 5-4-1 でこんな感じかな。でこのチーム、まあ、いろんなね戦い方とか守備の跳ね方、特にプレスのところすごかったんですけど、もうねチームとして戦ってる、これがね本当にいろんなチームを今までレアルとかインテルとか見てきましたけど、どのチームよりまあでもインテルも似てる感じがあったけど、守備に関して多分このチームの右に出るチームはいないんじゃないかなっていうぐらいすごかったです。なんかもう息するようにチームのプレスかけてる、誰一人としてなんか不満を持ってる感じもないし、実際戦い方としてはとにかく引いてカウンターっていう、うん、なんか不満が出そうな戦い方なんだけど、本当にそれを徹底できてる感じ、すごすぎた。で本当に組織としての強さを本当に生で見て感じましたね。いや相当強いし、なんでシメオネのこのチームが毎シーズンしっかり勝ち点を拾ってチャンピオンズリーグ圏内に入れるかっていうのは、もう間違いなくこの組織力にあるかなと思いました。いや本当にね、このじゃあ何が組織力すごいのっていうところですけど、このね守備のところのスライド、結構5-5バックって難しいんですよ。特にここのセンターバック陣の前のスライド、縦のスライドっていうのが、でもこっちは結構できると思うんですけど、このウィングバックが上がってこっち4バックになりますよっていう、この形はそこまで難しくないだけど、
で、このチームは右サイドで言ったこのテーパウル・ビツェルのところと関係、もうイメージはコレアがボランチを切るんですけど、相手4-3-3だったんで、でセンターバックにボール、相手の左のセンターバックにボールが出るときにデパウルがセンターバックにプレスかけるんですけど、この時のビッツェルがここに入ってくる、スピード感と連動してる感じで、みんながこうやってフォーバックに切り替えてみたいな、ジョンジョンってこうやって中に入って、いやこのね、でもちろんデパウルが入って、あのセンターバックにかけた時にフェアマレこんぐらい絞るしね、で相手のサイドバックに入ったらこっからプレスかけてジョレンテのここで取り切るっていう、この形で5、6回多分ボール取ってましたね。これは結構衝撃的でした。これだけスムーズにこの縦スライドできるんだっていう、いや本当に一度も間違えてなかったと思う。なんかデパウルがこう一人で行っちゃって、おいなんで来てないんだよみたいなこともマジでないし、よくあるじゃないですか、フォワードがゴールキーパーにかけて後ろついてきてないみたいな、それもなかったですね。それにもしっかりデパウルついていくし、ビッツェルもしっかりついていくし、後ろからで、もちろんこのあれこれ入んなくなっちゃった、この縦横か、横のスライドも本当にスムーズだし、スプリクレットすぐ来るし、でみんなでスライドしてみたいな、本当に守備のなんだろう、教科書的なチームでした。見てて、でこのチームとしてここまで戦えてるっていうのは、もちろんシメオネがねこの選手たちをしっかり走らせてるっていうところもあるんですけど、見ててこれかなり細かいことですけど、本当に基礎的なカバーの動き本当に綺麗、もうとことん徹底してますね。中切って、例えばグリーズマンがプレスかける、リノこんぐらい絞る、コケもこのぐらいカバーする、でヒメネスもちょっと上がってみたいな、このカバーの感じ、フェアメーレンなんて頑張ってたな。今シーズン入ってきた若い選手ですけど、彼も相当多分叩き込まれてると思う、この動き。常に中切ってっていう。ということで、ちょっとバラバラになっちゃったな。戻して試合行きましょうか。今日は徹底解剖です。ちょっと時間かけていきましょう。この形でちょっとやってみようかな。で、ちょっと深さ下げます。危ない。サブメンバー、サウルがいない。行きましょう。いやね、本当に強かったです。強すぎて本当に眠くなったし、でもなんだろうな、本当に息するように自然に、この人本当に息するように自然にプレス守備てる感じ、そういう細かい後ろへのバックステップとか、そういうのを本当に
忠実に全員がやってる。本当綺麗でした、もはや。行きましょう。で、攻撃なんですけど、攻撃はね、そんなに、なんだろうな、決まり事っていうところはやっぱりなかったですね。あの、当初の予想通り、グリーズマンとか、個人の、まあ、一つ、このサイドの崩しのところはあったけど、やっぱりこのハーフスペースを攻略するっていうところはね、嘘でしょ、こんなことは絶対起きないです。実際ちょっとおかしくなってるな。なんでこんなぜ、え、なんでセンターバックにして、そうそうそう、 OK。 こんな感じかな。行きましょう。まあね、久保選手もすごい良かったんですけど、これだけチームで守られると無理ですね、正直。一人剥がしたとしても、本当にすぐにいるんで、カバーが。うん。うん。惜しい。うまい、惜しい。あと見てて、まあね、いろいろどの選手がうまかったとか全員うまかったんですけど、デパウルめっちゃうかったなぁ。もちろんね、もともとスーパーの選手っていうのはもちろんあれだったんですけど、あんなに、なんだろう、剥がせるんだっていう。なんかイメージは結構ボール持ってファール受けてみたいな、うまいっていう印象はそこまでなかったんですけど、ポゼッション時にうまかったですね、めっちゃ。なんでこんなぐちゃぐちゃ、素晴らしい。今のもリノ来てましたけど、ああいう感じですね、本当に。なんか一回、うわー危ない、そう、今の感じ。本当にね、ちょっとチャンスになりそうだなっていうところでも、すぐに詰めれる距離感。特にヒメネス・ビッツェルのところはやっぱり、危なくない？危ない。すごかったですね、あそこのセンターバックの最後の危ないところの強度というか質というか、うん、惜しい。だ、それを支えているのが、なんかこの前からのこの全員の、本当にローを厭わないこの守備だと思います。なんかもうセンターバックはもう最後取り切るだけみたいな。全員がね、本当に綺麗にこうやって連動しているから、うん。最後危ないところにまで来たら俺たちがやりますよみたいな。うわ、
素晴らしすぎる。なんでフランマレこっちになってんだ。強っ。ヒメネス、ヒメネスもちろん守備のところでめちゃくちゃ良かったんですけど、結構攻撃のところうまかったな。くさびとかしっかり当てれるし、やっぱりどうしてもね、攻撃にそんなに特化しているわけではないから、そういう個人の技術がやっぱり大事になってくるんですけど、ヒメネス・ビッセルはやっぱりそういうのもしっかりね対応できるから、やっぱ能力高いんだなっていうのはすごい感じましたね。まあ、もちろん細かいポジションのところ、いやー行くね、行くんですよ。でもこんぐらいグリーズマンが、グリーズマン本当にほぼ守備ですよ。ほぼ守備してました彼。前半は、ちょっとツートップ気味で前にいたんですけども、後半は基本的には、左のサイドハーフでプレーしてたので、ではこんだけクロス戦い方的に攻撃は基本的にここのハーフスペースをとにかく狙うっていう形、ジョレンテが特に素晴らしいなんですけど、まあ、これもねポッドキャストで話をさせていただいたんだけど、これがないです。このここに絶対います。人が今やられたけど、そういうことはまずない。うまい、やられてしまった。こういうことはまずないですね。誰もここに誰も行かないってことはまずないです。ちょっと間違えましたね今ね。うわ、今リアルでしたね、トラップからの。ヒメネス、素晴らしい。なあ、うまっ、うますぎ。わーお、ちょっとね早めに決めて 1-0 にして、最後モラタが来てカウンターっていう戦い方したかったんですけど、ちょっとダメそうですね。なんでこんなライン低いの。大丈夫、本当にこのチームが今みたいにスコンスコンいかれてますけど、ライン下げた時にまず崩せないだろうなって。本当にやめて、こういう風になってもまだオブラクいるんで、欲しい欲しい、
試合はね、こんなことになっちゃいましたけど、とにかくチームで戦う最高峰でした。シメオネすごい。なんかいろいろね、あのなんかインスタグラムとか見てるとそういう練習風景出てくるけど、アトレティコの、まあでもそれよりもなんかこの一番すごいのはこの選手たちをライン下げすぎじゃない？ OK、 ここまであの動かせてる、守備に走らせられるこのシメオネのカリスマ性というか、今のもねついてこれてないじゃないですか。ついてきてますからね絶対。うん、嘘、うわー、なんで打たなかった今。だから本当にね、監督としてのの能力が高すぎますよね。選手にこれだけの組織っていうのを、植え付けられるんだから、まあ、やってることはね本当に基本的なことだけど、チームで戦う、チームで守備をして、チームで攻撃をしてっていう、だけどそれをやるために必要な本当に基本的なカバーのところ、チャレンジ&カバーのところはもう徹底してます。はい、ということでシメオネアトレティコ、組織として最強、チームとして戦っている最高峰のチームでした。今ねキャリアモードの方でキャリアモード企画が今動いてない状態なので、もし何かやってほしいチームあったらぜひぜひコメントください。今ドルトムントやってほしいっていうのと、ただねどういうふうにドルトムントでやっていくかっていうところがまだあれなので、ちょっといろいろ考えてるところなのでぜひぜひコメントください。いやーね、すごかったな。ということで、はい、すごかったな。で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。バイバイ。